こんにちは、くまみきです。今日はキキララケアベア展に行ってきました。でこれどんな展示かっていうと、あのキキララの愛称で人気のサンリオのキャラクターリトルツインスターズ とアメリカのグリーティングカード会社アメリカングリーティングスの、キャラクターケアベアのコラボレーション開催を記念した展示会です。会場では両方のキャラクターのヒストリーやあと過去に販売された商品とか、とキキララとケアベアの出会いのストーリー、あとサンリオとアメリカングリーンティングスの両方の会社がそれぞれ作ったコラボアートとか、そういう展示がいっぱいありました。で結構レトロなキャラクターグッズとかもいっぱい飾ってあって見ることができてすごい面白かったです。あと他にもフォトスポットとか、あとケアベアとキキララのものでこうブワーって埋め尽くされた可愛い部屋があって、でその中になんか大きいテレビみたいなのでそれぞれのアニメが流れてたりして本当にもう最高でした。で会場内の特設ショップでは今回のコラボレーションがきっかけで新たに誕生したクマのキャラクタースカイバディのぬいぐるみとか、とキキララとケアベアのコラボの商品が先行発売されていて、ブランドがねミルクフェドとかプトマヨとか、あとガルシアマルケスとか、そういろんなブランドのコラボの商品もいっぱいありました。で、ね、今回私がお買い物したのはこちらのポーチと、あと今着てる T シャツです。可愛いでしょう。これもうちゃんとコラボで両方の絵が入ったやつです。でね、今回お買い物するとこのショップバッグがもらえます。これめっちゃ可愛いですよね。でね、これ、ね、裏はほらこういう感じでそれぞれ違うイラストになってます。ぜひ皆さんお買い物してゲットしてください。そんな感じでこちらのキキララケアベア店は渋谷パルコパート1、3階パルコミュージアムで4月4日から21日まで開催です。意外と期間が短いので皆さん見逃さないように注意してください。あとこれと合わせて行ってほしいのが、あの渋谷パルコパート1、7階のザ・ゲストカフェ&ディナーっていうところで開催されているキキララカフェです。これもすごい可愛いメニューがいっぱいなんで皆さんぜひ行ってください。でこちらのねキキララカフェはもう動画アップしているのでまだ見てない方はぜひチェックしてください。チェックするときはパソコンやスマートフォンの方はこちらをクリックしてくれればそのまま見れます。と携帯で見てる方は下の説明欄のところにリンクが貼ってあるのでそこをクリックしてチェックしてください。はい、そんな感じでキキララケアベア店でした。バイバーイ。チャンネル登録もお願いします。噛んじゃった。アニメで、まあ、いいか。テイク3。あ、もう一回やっていい？こっち？でね、今回お買い物すると